いやあ、刹那圭介だよ。4月18日のアップデートで、とうとうみんなが待っておりました、ジョーカー、ペルソナ4、ペルソナ5のジョーカーが参戦したということで、今回、使っていきたいと思います。カチャカチャ言わんと。前回のパックフラワーの動画でね、バックフラウンの動画ね、全く使ったことのない状態から動画にしたせいでね、いきなり CPU にボコられるっていうね、すっごい悲惨な目にあったんでね、今回はね、学習してね、一回触った上で、この動画撮っております。見てください。もう、カチャがいらんと一周クリアしとるんですよね。一回触った上でやるからね、もうパックフラワーの時がボコボコにされたからな、CPU に。うまいことを説明しながらプレイできたらなって思いますが気持ちいい余裕があるからな。一回クリアするから気持ちいい余裕があるからな。触った状態だから気持ちいい余裕があるからな。重要なので3回言いました。本気度5でいきたいところやけど、ちょっと抑えようか。いやー、ちょっと抑えよう。3でいきます。説明しながらやるからね。ゲーム実況者が言うことではないんやけどね、俺ゲームしながら喋るんで苦手だけどね。技を紹介していきます。 B、 通常 B 攻撃でこう銃が撃てます。意外とひるむやな、これ。この銃は空中でも使えますし、空中におる間に B 出して方向を変えればその方向に撃てます。下だったり、確か上に打ったら、こう回転。上レバー入れたら、こう回転するよね。回転しながら打てるよな。で、あと B 横がちょっと目玉っていうか、注目されたんやけど、これ。フランクリーバージュつけてるよ、お前。何お前、タイミングよくフランクリーバージュつけとな、お前。空気読めよ、お前。食らった時を見せろ、お前。これ。あ、飛んだ。すごい飛んだ。これがレイハっていう炎の、攻撃なんですけど、横火食らわせた時のダメージはそんなに高くないんやけど、継続して食らった後に継続してダメージが入る仕組みになっております。で、あとは何だら、上 B がこのワイヤー出たか今。あ、必殺出たな。逃げよう。こいつ渋谷やべ、なんか来た。あ、そうか、そういうタコの攻撃。うわー、どこ行くん、危ない。これワイヤー来た、捕まった。今のワイヤー出た剣捕まったと思うんだよね。で、アルセンドが出ましたね。俺のパーセンテージの左上に水色のゲージがあると思うんですが、それが反逆ゲージっていうもので、時間経過と敵の攻撃を食らった時にもちょっとずつ増える。で、もう一つ、今はちょっとアルセンドが出とんで使えるのですけど、アルセードが出てない時に B 下で、確か反逆ガードっていうのが、うわ、なんか来た、説明中なのに、せっかくの説明中なのに、ガード。あーん。反逆ガードっていうのが、あ、K だね、アルセードが。K だね、この B 下で反逆ガードっていうのが使えるんですけど、これを出した時に敵の攻撃を食らったら、大きく増えます。敵が攻撃してくれません。あ、来てくれれば。今攻撃食らったんで、ちょっと反逆ゲージがたくさん増えたと思うんですが、積極的に攻撃してこないから、反逆ゲージが、あ、溜まった。で、溜まったんで、これ、溜まったらすぐに出してくれます。自動的に。このアルセーヌっていうキャラ、これが出とるときに攻撃を食らわせたら、通常の攻撃にさらにダメージが増すっていう、通過攻撃が出ますんで、これを出したときがもう、なんか本当の勝負ってところになりますね。こうしたら、この横 B の炎の攻撃もダメージが増えます。下の必殺技がカウンター攻撃になります。カウンターになります。このカウンターがすごいよね。直接攻撃と飛び道具両方ともに効くんで。両方とも弾くんでね。OK。いい感じに説明できたな。割といい感じに説明してできたな。パックフロアの時が何だったんだろうだって。
このカービィがね、敵1体しかおらんので説明しやすいところだったんやけど、まあいいや。あらかた説明できたな。あと何説明しようかなって感じになってしまった。なんか説明できないことあったっけ。その、なんか、アルセーヌ出た時に B 上にね、反撃の飛翔だったっけ、何やったっけ、忘れた名前。なんか、アルセーヌの翼で飛翔する攻撃技に変わるんですよ。通常このワイヤーの攻撃。このワイヤーも面白いんじゃなかったっけ、いて。このワイヤーも。きゃ、この状態で B 上は、この反撃の飛翔って言うんだったっけ飛び上がる技になるんですけど、飛び上がってる時のダメージはないんですが、無敵状態になるんで安全に復帰できますって技だ。あ、味方がやられた。えい、明らかにあのアルセーヌが出てる時と出てない時で攻撃力が違う。すごい吹き飛ぶ。なんかこのアルセーヌっていうね、ペルソナって言うんやけど、スカイマンみたいなもんかな、ペルソナね。なんか初期のペルソナやけど、PV でね、もっと強いペルソナ呼べるんじゃねえか、みたいなことを言われよったんでね、そんなに強くない、ゲーム、ペルソナのゲーム内ではそんなに強くないペルソナってことになるんかな。よくわからん。俺ペルソナやったことないから、よくわからん、よくわからんわー、よくわからんわー、よくわからんわー、わーい、わいやー。多分それよりアルセーヌよりも強いペルソナがおるんだろうな。あのファイナルファンタジーでバハムート的なやつが出てくるんだろうな。吹きようと思われ、そして吹き飛べ、あれ吹き飛べ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、よいよいよいよ。なんでね、できればぶっちゃけアルセーヌ出しとる時と出しない時の戦闘力だいぶ差があるんで、できればアルセーヌを使いたいために反逆ガードをうまく使って。じゃあこれ反逆ガードって名前なんやけど、これ反逆って名前がついとってね、このペル、ジョーカーでキャプテンの中の人がね、福山潤さんなんですよね。となるとどうしてもさ、コードギアスのルルーシュが出てくるんよな俺は。ルルーシュビビテリーが命じる、お前は吹き飛べ。こんな感じですよ。俺の中じゃもう反撃のジョーカーになってる。っていうかさ、反逆ゲージって、反逆って名前つけた時点でさ、スタッフの方が狙っとるんじゃないかな、この。福山潤さん、声優が福山潤さんで反逆って名前であたりでもうなんか狙っとるんじゃないかなって俺は思うね、もう。あ、捕まれ、よっしゃ、うまい、今の掴み方うまい。これやな、これをうまいことできるようになりたい。要はですね、反逆ゲージを貯めたいんで、敵の攻撃に合わせてうまくこれ使いたいところです。イエーイ、ワープスター、ワープスター、ジョーカーに関係ない力、ワープスター。関係ないところが盛り上がっております。割と面白いキャラクターでやることが分かった。素早いキャラクターやもんな、なんか。癖がないな。いや、この辺のあれはあるんやけど。通常攻撃当てやすいけん、ちょっとそういうところでは癖がないな。そういう意味で、そういう意味で。反逆、この反逆ガードもいいよな。なんか出しっぱいしてちょっと長いこと折れるんよね。その反逆のやり方。くらえ、キラー、また関係ないやつ、またジョーカーに関係ないやつ。俺基本大乱闘はアイテムなしが基本なんやけんさ、このカチャガイ乱闘もアイテムなしにできるのかなってと常々思うやけど、できるもんなんかな。ファイヤー、反逆ガード、反逆ガード使っとったら、あ、吹き飛ばんようになるんかな。本来吹き飛んだら終わりっていう状態で反逆ガード使って耐えるっていう技もあるんだろうか。バッター、ジョーカーバッター。
ジョーケーベッド、ジョーケーベッド。いや、ステージクリア決めるときの技が全然ジョーカーに関係ない技で決まるよ。何ならジョーカーバットだよお前。ガオガヤ、これにはちょっと絵になったよね。全然シャドウ関係ないからね。強いて言うならなんかガオガヤみたいなペルソナおりそうな気がするんやけど、ペルソナにも。そういう意味かな。ガオガヤみたいなペルソナおるんかな。ペルソナ知ってる人教えてください。飛べ、くらえ、反逆ガード。もうちょい溜まる。反逆ガード。反逆ゲージがもう溜まった。早いな。意外と溜まるな。はいよー。お前は吹き飛べ。はいよん。つか燃えたん。つか燃えたん。あ、投げ攻撃だった。せっかくガードをタイミングよく使ったかなと思ったら。復帰してきた時にファイヤー。これいいな。復帰してた時にファイヤー。いいな。掴んで投げろ。復帰してきた時にファイヤー。いいね。復帰阻止やな。この横火を復帰阻止用やな。いや、逆だ。間違えた。ファイヤー。よん。いやん、掴んでくる、掴んでくる、そろそろ死ぬ。やばい、お互いパーセンテージが高いんだよ。お前の方はでかいから飛ばないかもしれんけどな。飛べ、そろそろ飛べ。いやん、死んじゃう、そろそろ死んじゃう、死なない、まだ死なない、言ってた、来た。逆転の、逆転の力アルセンル、逆転の力アルセンル、うよん、やばい、そろそろ死ぬ。おいよー、飛べ、そろそろ死ね。いやん、勝ったー、危ない、ようやくジョーカーの技で蹴りつけた。危なかった。ホワイトパーセンテージ200超えとったでね、お前。あー、死にかけだ、死にかけだよ。反逆どころじゃなかったよ。死んじゃう反逆ものクソもないんだよ。危なかった。ボーナスゲーム、大体のジョーカーの技を分かったと思うね。分かってもらえたと思うね。焦るわ、焦るわ。俊敏なような動きが。痛い痛い。何か俊敏じゃボケ。使いやすいキャラクターではあるけど、反逆ゲージがどう貯めるかっていうことをちょっとけ、ね、考えなあかんキャラかなと思っとったら、意外と反逆ゲージってあっさり貯まるもんなんやなって思い始めてきたよ。反逆ゲージが溜まればどうにかなるキャラかもしれない。大雑把に言えば。でね、このボスなんやけどさ、シャドウを追えってボスでさ、マスターハンドが普通に出てくるんですよね。なんかそういうシャドウ系のボスが来るかなと思ったら、普通にマスターハンドなんですよね。なんでだよって話ね。ここは反逆ゲージ溜めさせてもらいます。いやーん、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 痛い痛い痛い。もう反逆ゲージがここまで溜まったからな。案外反逆ゲージって溜めるのそんなに難しくないもんだろう。もう俺に関してはスーパーのポイントカードみたいな感覚やけどな、お前。反逆溜めました、出ました、アルセーヌ。ほらほら、イヨーンっと、イヨーン、イヨーン、イヨーン、横のス、横スマッシュが強い。いやーん、アルセルと一緒にボコ殴り、いやーんと。どうしたんですか、どうしたんですか、先輩。ここはカウンター、カウンター、カウンター。強ーい。強いわー。面白い客だよな、かっこいい客だやし。ペースのやったことないけど。でもこうやってさ、スマブラっていうクロスオーバーのゲームにこういうよく知らんキャラクターができて、それをきっかけにさ、そういう知らんゲームにも触っていくっていうプレイヤーが増えていくんよな。現に多分このジョーカーっていうキャラクターが出た影響で、その知らなかったペルソナっていうゲームにもちょっと調べてみようかなっていう人が増えてくるんだろうな。それはクロスオーバーのいいとこだろう。
リアコイルお前関係ないぞ。クールな演出だ。